僕は特別な人間でも何でもないわけよ。やっぱりこれやれば子供生まれるわね。で子供生まれたらやっぱり子供はちゃんと育ててやりたいと思うじゃない。そうでしょ。それをちゃんとできないことが早く思う時あるね、やっぱり。だから俺は今回の山中この家来てから家族で住んでプライベートと仕事ってのは本当に割り切ろうと思った。これポーズって意味じゃなくて、やっぱりファンの気持ちってのは分かるのよ。俺が逆の立場だったら俺もやっぱ行くもん。ポール・マッカートニーの家ってのはやっぱ行くもんね。行くけれども、何もなくてそのファンが来たってことならまだ許せるんだけど、それは煽るバカがいるでしょ、いわゆるマスコミよ。だからマスコミが全部悪いとは言わないけど、やっぱり俺はそういうこと全部含めて悪い歴史が長すぎたと思うね。